皆さんこんにちは。今回は、現環境で育成すべき星4キャラクターを紹介していきます。状況に応じて選択するキャラは後半で紹介します。ってことで、まずは今日は主人公ですね。この動画は低コストのキャラだと誰がおすすめ?という意味を星4って言ってるだけなので。主人公は星5だよ。みたいなのは受け付けていません。ってことで、まずは今日は主人公です。超撃波を全体に付与できる唯一のキャラです。最強クラスのホタルにはいないと話にならないレベルですが、超撃波はホタルに限らず全体的にコスパが高くなりやすいです。星4攻略において、超は主人公は必須クラスで、あえて抜く、ってことをしない限り必ず採用されるので、育成優先度はトップクラスです。超撃波は撃破特攻、レベル、人生削り量とデバフで決まるので、会心不要なのがコスパを高めていますね。その代わりレベルが低い段階だと恩恵は落ちてしまうので、状況、段階によっては待機番性側かもしれません。大体、調和主、キャラガーとサポカ撃破特攻盛りのアタッカーを2枠入れます。続いて、順守なのかです。孫悟なのかも活躍の幅は星4だけだと結構ありますが、順守なのかを育成したついでに、孫悟なのかも使えるくらいでいいかと思います。基本は順守なのかがおすすめで、サブアタッカーしながら SP 供給、サポートもできるので、個人的にはかなりおすすめ度が高いです。調和主と合わせて超撃波軸でも活躍できるので、ビルド幅があるのもいい点だと思います。ただし、サブアタッカーって全体で見れば育成コスパは少し悪い。会心厳選はやっぱりある程度欲しいので、厳選をしだすと意外と完成は遠いかもしれません。超撃波は自身に追加攻撃、行動順アップがある都合上、特に単体に対してはかなりダメージを出せますね。師匠を補助運命にすると通常の人生削りアップもあるので、超撃波とは相性がいいですね。ただ、メインアタッカーさせると微妙気味というか、ひたすら単体通常をミスなくタゲ選出が求められるので、サブアタッカー、あるいはメインアタッカーするなら超撃波に入れるくらいがおすすめです。続いて、キャラガーです。2突するとデバフ解除がつくので、無突1突だと微妙かもしれません。ホタル前提ならともかく、普通に超撃波使うと攻撃を受けるシーンも多いので、デバフ解除なしだと安定性に懸念があります。キャラガーは SP 稼ぎ、デバフ能力所持で、弱点撃破ダメージをアップできる能力もあるので、超撃波ダメージアップに貢献してくれます。超撃波編成では一応フォフォアベンチュリンが編成次第では追随してきますが、ホタルとかだとほぼキャラガー独壇場。投下交換と必殺調整できるなら一応フォフォも編成 DPS は近いところまで行きますが、人生削り量まで含めるとキャラガーが優秀ですね。2突以上なら問答無用で育成ですが、1突までだと、デバフ解除できないだけで編成が壊滅は割とあり得るので、1突までのキャラガーはできるだけ敵のデバフがどういう種類なのかを理解大事ですね。少なくとも超撃波ダメージの最大化には無突からでも貢献します。ただし、すべての突がキャラガーの性能を引き上げるので、突が他の星4北条組より重要なのは間違いないですね。続いてヘルタです。ヘルタは虚構特化した星4キャラクター。現役で、調和3編成とかでも虚構攻略できます。正直姫子より弱点を無視して編成もしやすいので、全キャラの中でも最強クラスのキャラですね。奇跡に会心率とかもあるので、意外と会心基準は上げやすいですが、ヘルタの全体攻撃は全て単発ヒットなので、HP50% 以下の追加攻撃トリガーが、この会心の有無でずれたりするので一応注意かな。とはいえ、虚構攻略で困るなら最優先で育成できるキャラなので、育成をおすすめしたいです。知恵なので耐久自体は低いので、残念ながら持続ダメージ特化の虚構とかだと、ちゃんと耐久面を確保しないと事故りやすいので注意かな。続いて、ペラです。ペラは全体防御ダウン。そして効果命中バフ。あとは自身を超撃波アタッカーにすることも可能です。基本は防御ダウン全体適用なのでどこでも使えます。ただし、高円錐の決意、あるいはクエストがないと、結構普通というか、状況次第では形内踏んでもいいかもしれませんってキャラに。4突すると氷ダウンが追加で氷適性アップ。ペラは外付けの高円錐をつけて完成するキャラなので、もちろんキャラスペック的には育成をおすすめしたいのですが、防御ダウン高円錐の決意や必殺技回しのクエストなしだと、恩恵を少し感じづらいかも。ペラの高評価は結構決意の高円錐とかクエスト前提で上位って感じなのでこの辺は注意。そして、低運ですね。低運は単体への攻撃バフ、EP、ダメージバフがあるので、今でもかなり強いキャラクターです。限定調和がいると出番が減りますが、個人的には調和よりもアタッカーの劣化の方が甚大だと思っているので、ひたすら限定調和だけ集めてアタッカーを妥協するのはそれはそれでコスパ悪いと思います。
脱線しましたが、SP 供給もしつつ、多数の単体バフをしてくれるので、今でも最強クラスのサポート能力がありますね。特に攻撃力依存で、必殺技を使うキャラであれば適性は高いままです。調和はほとんど本体に性能が収まっているのと、高円錐も星3の輪系で仕事できることが多いので、高円錐コスパも正直いいですね。ここから優先度高め、です。まずは静寂ですね。アタッカーは状況に応じて一人を選んで育成がおすすめです。その後は弱点に応じて選出するので、調和とかと比較すると使う頻度は下がりますが、基本は結局的に合わせたアタッカーを揃える必要があるので、アタッカーの立ち位置は説明が難しいですね。ただ、アタッカーが必ずもサポーターより価値が低いということはないです。で、静寂は容姿弱点とかでは特に強いですね。運ゲーキャラクターでもあるので、上振れを引ければ、限定アタッカークラスの火力を出すことも可能ですね。最適相性の容姿4セットが容姿弱点で進化を発揮するので、基本は容姿弱点での運用になります。なしでも使えないことはないですが、さすがに一致弱点アタッカーよりは優先度は落ちますね。4突で追加攻撃、間突で SP 回復可能になるので、基本は4突がスタートラインですね。そして、アスターです。全体速度攻撃アップ、人生削り。ただし、突依存度が高いというキャラ。無突だとかなり制限されたキャラクターになるので、突はできるだけ高くして使いたいですね。一突で人生、チャージ回復量も実質増えるので、一突からでも重要度が高いキャラクターです。バフの蓄積に炎弱点が敵の方が効率いいので、できれば炎弱点で使いたいですが、敵の数が多くても蓄積効率がいいので、漁港はあまり気にならないかな。裏庭や末日のボス単体の時は、突効果でカバーできるので、4突、間突欲しいですね。とは言ったものの、常時ダブルバフが可能なのは、星4だとアスターくらいなので、ダブルアタッカーでもかなり貴重な能力を発揮します。7日とか漁港組とか、持続とかでも、ダブルサポートキャラは重要なので、かなり活躍の場所は多いですね。続いて、ケイナイフンです。ケイナイフンは通常スキルに燃焼判定。非ダメージアップデバフもあるので、汎用的に使えるデバフ所持。一突すると一応スキルで効果抵抗ダウンもできる。衝撃波、霊視を、読み、持続など。最優先キャラにはならないものの、特に読みとかでは攻略に十分なスペックの編成を作れるので、炎弱点があるとき、人形トリオとかでは結構重要なポジション。昇級が完全に被さってくるのですが、まあ、今の敵の水準では十分すぎるくらい貢献を現状するので、昇級を引かないなら普通に優秀だと思いますね。こちらは無突星4でも一定の貢献度があります。衝撃波編成では非ダメージアップしつつ衝撃波できるので、なぜか虚無の撃破特攻高円錐は無料交換に多いので、撃破特攻を盛りやすく敵機の 250% も到達しやすいのが魅力でしょうかね。コスパで考える場合かなり高いキャラだと思います。ここから状況次第組です。まず、負傷です。衝撃波、一応物理弱点で使っても強い。弱点撃破だけだとルカにはかなわないのですが、単体特化、行動順アップ、SP を消費しない能力もあるので、末日とかはかなり個人貢献力が強いですね。静寂とは違い、素のパワーは少々控えめなので、なんなら単体攻撃しかないので、状況に応じて育成、というキャラですね。残りキャラはまとめて紹介。ルカは物理弱点で特攻のキャラクターです。負傷とルカの違いですが、まあ、完全に揃えるならルカの方が上限高いと思います。敵によってはルカ負傷同時採用もおすすめ。節意は星4とかをベースにするなら衝撃波が今は主流かな。容姿4とかするなら静寂でいい気がします。節意は撃破特攻でダメバフがあったり、人生削りのが4本分の必殺技もあるので、ある意味衝撃波実装で静寂と差別化がされた気もしますね。セイバルは火力上限がちょっと低め。範囲火力はそこそこという感じでしょうか。星4攻略で雷弱点が多ければ採用されやすいです。ただ、結構ビルド要求が高かったり、会心率要求も結構あるので、衝撃波なしでの星4火力はやはりなかなか伸ばしづらいですねって印象です。ただ、結構便利なキャラクター。リンクスは必殺技で全体デバフ解除のできる法上。ただし単体デバフ解除はできません。ナターシャより全体解除の方が嬉しい場面が多いので、耐久面で考えれば星4トップクラスかなと思います。ただ、火力的な補助はほとんどないので、ただ守っているだけ、になりやすいですね。壊滅と損後にスキルでヘイトアップもできますが、クラーラやウンリは普通にホホで必殺回す方がヘイトアップより効果大きかったので、ヘイトはホホの妥協の妥協という枠組みでしょうかね。この辺は使用感依存なのでシミュレーション信じるならそちらを進行してください。
数字は嘘はつきません。他にも状況次第で星4攻略で採用するキャラもいますが、まとめるとこんな感じ。まとめるとこんな感じでしょうか。最優先組は個人的に線引きつけていますが、全員育成するに越したことはないです。キャラ側は敵の圧力がきつすぎる場合は限定孫悟に切り替えたりするので、大なり表記です。帝運は十分最強クラスですが、限定調和組と比較すると劣る部分が、ペラは編成を多少選ぶキャラなので、7日と最優先組では少し低めにしてます。ただ、結局すべてのキャラをすぐに引くことはできないので、調和主、ヘルタ、7日は凸素材がほとんど無用なので、コスパで言えばこの3名がガチャコスト低めで強くなりますね。ガチャコストで言えば、ペラの4凸や決意がない場合はちょっと高め。決意については頂上がないとデバフ適用率も安定してくれませんからね。さすがに帝運の方が公演水的にも揃っていない段階であればお手軽だと思っています。虚構とかはキャラにバフができる方が敵がすぐ切り替わる都合上いいこと多いですからね。という感じですね。もちろん、限定の同じ枠組みがいれば優先度が下がってしまうので、適宜柔軟に対応しましょう。ということで、おすすめ星4動画でした。自分は育成はキャラをめでるためではなく、コンテンツを攻略するためにするものだと思っています。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。